こんにちは、マスヤです。今日はフィリップ・アンダーソンのバッグ類をご紹介します。まずは、当店で別注したショルダーバッグからご紹介します。こちらショルダーバッグ、サイズは A4 のファイル、あと雑誌、バインダーなどが入る大きさにしてあります。仕様なんですけど、携帯が入るぐらいのポケットとペンが2本ぐらい刺せるぐらいの線ポケになっています。後ろから裏からできるとまあこのぐらいのサイズとこの線ポケっていう感じですかね。リベットで留めてあるこの無骨な感じもかっこいいです。で、革の仕様ですが、オイルがたっぷり入った牛革を使用してまして、このシワ感、このシワ加工ですね、深くてちょっと荒々しいシワが入っているこの質感が特徴です。これなかなかかっこいいんですよ。で、このフラップ全体的に1枚ポーンと使ってますから迫力もありますし、まあ、後でかけてみますけど、その雰囲気を確認してみてください。早速かけてみました。斜めにかけてます。後ろから見た感じはこんな感じですね。このサイズ感ちょうどいい大きさだと思います。こんな感じでかけるだけでもかっこいいですね。フラップで止まってるだけのシンプルな仕様で、中はこのベルトを1箇所で留めてあるんですけど、このスタッド、ジャンガートゥールの DA スタッドっていうクラシックな質感のものに変えてるんですが、通常のものとこうアレンジして使うこともできます。このフラップはこの革自体の重さもあって、そのパタパタすることもなくこのままでも十分いいんですけども、もしバイクや、自転車など乗られる方はこのフラップを体の内側にしてかけていただくと、もうフラップも開きませんし、物も落ちることもないですから、安心して使っていただくことができます。それではカラーバリエーションをご紹介します。先ほどご紹介した、ブラウン、ダークブラウンですね。こちらがダークブラウン。その他に、ベーシックなブラック、それともう一つ、これがブラウンですね。明るい色がこれがブラウン。この3色の展開です。続いて、トートバッグをご紹介します。トートバッグは、レザーは先ほどご紹介したショルダーバッグと全く同じです。で、色は、黒とブラウンの2色。中の仕様は、先ほどのショルダーバッグと同じで、携帯が入るぐらいのポケットとペンポケ、これ中の仕様は一緒です。で、早速かけてみます。こちらがブラック、で、こちらがブラウン。サイズ感もいいですね。最後に今日のコーディネートをご紹介します。今日は、帽子から靴まで全部ジャンガートゥールでまとめています。まず帽子、これがトレイパーズツイードキャップですね。次にニットガーデン、これがフレンチワーカーズニットガーデンで、コットンリネンで、仕上げた薄手のニットガーデンですね。ジャケットのインナーに使うのもいいですし、これから暖かくなる季節にはもってこいです。ですね。ベストは、先日もご紹介しましたがアイスランディックベスト、シンプルで暖かい1枚です。中のシャツですが、シャツは、リネンキャップシャツ、このスタンドカラーとこのキャップですね。あとちょっと長めの丈となっています。この長めの丈も特徴です。で、パンツです。パンツは昨年秋に当店で別注しました、タンカーワークインディゴコーデュロイパンツです。ちょっと太めのシルエットと、あと腰回りのこの、ベルトですね、この辺が特徴の1本で、このインディゴの経年変化も楽しめますし、コーディネートもしやすいのでおすすめの1本です。最後は靴ですね。穴ざらいのクラシックブーツです。今日は以上です。次回ご紹介するのはフィリップ・アンダーソンのフラット・ウエストバッグです。楽しみに。